こんにちは、みりちゃんです。どうも、キープです。レオンです。ひなチャルスです。はい、イエイ。はい、ということで今回はご飯にね、過去出演していた私とキーちゃんで、これから出演する2人にメイクプラス眉毛派でこうしたらいいよみたいな感じのアドバイスをね、していきたいと思います。イエイ。お願いします。お願いします。じゃあ、ひなチャルスちゃん、自己紹介をお願いします。はい、今、エッグガールズで活動させていただいてます。18歳のひなチャロスです。エッグ派に出演していた先輩たちからのアドバイスを受けて、楽しく最高の彼氏に行きたいと思います。イエイ。ネオも意気込みいっちゃおう。エッグ派イケメン多いんで、イケメンの彼氏作りたいです。作りましょう。はい。エッグ派出るって決まった時どうだった？なんか心境的な。でも失恋したばっかやったんで、ラッキーって思いました。足でしょ。マジで。はい、足の震え止まんなかったです。なんで？だってまさか、だって今まで専属の方が出演されてて、なんで自分と思って、すっごい足の震え止まんなくて、嬉しかったです、めちゃめちゃ。あ、よかったですね。うん、はい、ということで、まあまあこういう感じで女子会みたいな感じでエグ派トークをしつつ、まあメイクだったりいろいろプロデュースさせていただきたいと思います。はい、ということで、すっぴんになってもらったんで、ここから自前のメイク道具でちょっと私がメイク教えながらとか、ミリアとかともちょっと会話しながらとか、ちょっといいですけど、やっていきたいなと思います。はい、すごい初めての画角。じゃあ早速、はい、ちょっとお借りして開けてます。めっちゃ汚いんですよ、全然知らなくて。全然マジでごめんなさい。下地塗ってきます。お願いします。中心部分に塗ります。スポンジで叩きます。のプライマーでちょっと凹凸、ね、これはしてるの大体いい。顔中心くらいで大丈夫。ファンデーションはこれ。はい、とりあえずファンデーションこんな感じかな。はい、一旦ベースした感じこんな感じです。で、これでコントワーとハイライト的な感じで2色使いします。私ベースはこの順番で、眉頭中心、眉尻でかい。そう、やっぱりベース。 OK、 眉毛できた。眉毛こんな感じでございます。よくあるの？性格結構中身で見ちゃうんですけど、なんか車持ちがいいとかさ。あー、でも車好きなんで。車持ちがいいよね、なんつったって。え、ネオンのタイプは？服装とかはイカツイ系がいいんですけど。イカツイ系だ。顔は可愛い系がいいんですよ。ホール全体にちょっと塗ってきます。はい、じゃあ私から質問です。2人は好きな人被ったらどうします？どうする？ガチで喧嘩する？え、でも多分裏で、え、やばくない、やばくないってなると思う。やばくないって実際本当になるよね。なる。私裏で喧嘩したから。カメラ回ってないとかで、おいでってなって。一番怖いやつ。そう、涙袋。やべえ、怖え、ここ超怖え。2人とも年上派？年下と付き合ったことは1回だけあります。あ、もし、あ、無理派。無理です、無理だよね。うん、一旦こんなもんかな。涙袋はキラキラに。保育園のところの位置。ちょっと影入れたのがこういう感じです。でもさ、ここと鼻先と、黒いからさ、ここの私シェーディングになるかなって感じ。入れました。オッケー、じゃあシェーディング普通にここ、ここの目頭、このなんていうの、生え際らへん、ギャルメイクは助かります。で、アニメイクなんだけど、全然全然白いのを取って、鼻先でガツン、この目頭のここで入れると漏れる。ギャルメイクはこれで、ちょっとブラウン取って目つぶちょっとブラウン目ガツンと入れたいんで、このぐらい取ったらちょんちょんちょんってやってもらいます。アイシャドウがニュアンスこういう感じで、レッツでこういう感じ。ごめんなさい、全然こういう感じ。一瞬ちょっと薄めの色を取って、あとくの字になるようにつなげます。ちょっと明るいの撮って、撮った瞬間に、あ、この人かっこいいとか思いました。3人くらいしかいないからさ、メンズも。
この中だったらこいつかもなっていう、やっぱあ第一印象的、うん、あるよね、そういうのは。あーチークを塗ってきますね。目がトロンとしてモテたい。じゃあ可愛い感じで入れよう、うん、目の下から横に入れるかな、うん、これはセザンヌのやつだ。あ、そうです、そうです。鼻先と鼻はこれだけ。この小鼻のところにちょっとハイライト入れてあげるとシュッとして見える、ね、鼻が。だいぶツヤで出来上がってます今。すごいね。かかないで。うちが今エグ派出たらどうなんだろう。え、でもモテんじゃない。モテモテです。モテる、モテると思う。マジ。え、だってキーちゃんめっちゃ気使えるじゃないですか。気使わない。気使ってほしい。絶対モテモテです。マジでお嬢様使いがいいな、旦那さん将来。つけまつけてもらいます。ということで私は休憩です。みんなえ、かわいい。え、かわいくない。ナチュラルな感じだけど。そう、めっちゃよし。オッケー、じゃあマスカラ下塗っちゃって。 あ、上下、いや、一旦下だな。あ、でも綺麗な目たち。あ、これいつも使ってます。これね。あ、いや、下見てて。大人っぽいね。え、かわいい。大人っぽいですよね。かわいいよ。はい、ということで完成です。完成です。やばっ。え、チークこんな塗ったの初めてです。でもほんと、はい、いや、チーク塗った方が可愛いと思う。よかった、喜んでくれたならよかった。え、ありがとうございます。よかった。じゃあハイライトとか、あ、いっちゃいます。眉下も入れると、そう、これで、うん、こうやる。え、ダメだよ。え、ちっちゃいのができた。アイライナーします。はい。ここでちょっと馴染んでくるからアイシャドウが、はい、からつけまつけた感じで、あの微調整っていうものをやるんだけど、化粧ってこうやって、ま、もうパチってやって化粧する子が多いんだけど、はい、人間ずっとこういう顔でいないので、あ、私そうしちゃいます。あのこういうちょっと半目、こんぐらいの顔の時に漏れてるのを化粧で作るとめちゃくちゃ漏れる、顔はずっと。へ、うん、いいじゃん、めっちゃいい、ね、自分じゃないみたいな。マジ。あとはリップ、いつも通りで。もう完成してるんで。こんな感じ、出来上がりました。かわいい。本当は髪の毛もちゃんとしたかったんですけど。超かわいい。ありがとうございます。よかった。完成しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。お姉さんっぽくなったっていうか、なんかすごいちょっとエロい感じになりましたね。エグハ本番では存分に楽しんできていただきたいですね。ありがとうございました。なんかなんだろう、全体的にちょっと薄くなったかなって感じかもしれない。いや、イチコロにしてほしいな、これで。頑張ります。この頑張ってできるようにエグハまでにちょっと覚えたいなと思いました。頑張ります。はい、ありがとうございます。男受けみたいな感じにしてもらったんで、可愛さで勝負しようと思います。頑張ります。あざとさで、あざとさでいってほしい。なるほど。ということで、まあ、エグハがまた新しいシーズンが始まるということなんですけれども、はい、ぜひ楽しみにしてほしいなと思うし、うん、多分そんなそこら辺のレンリアには多分あんま負けないんじゃないかなっていう。だいぶパンチ強いと思う。結構攻めるんで、エグハは。じゃあぜひ頑張ってきてください。頑張ってください。ありがとうございました。いい声を。ありがとうございます。応援してます。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、そしてエグハも見てください。じゃあねー。